今日はですね、なんと銀座に来てます。腕のいいシェフがですね、イタリアンのいるんですが、もう銀座の夜にね、一人でね飲もうかということですね、楽しみなんですけども、どうも。うわ、いいですね。いやー、いい匂いですね。いきなり今日シェフがね、ちょっと格闘技つながりでね、腕いいんでね、前ね、だいぶ前に僕一回来てるんですけどね、今日楽しみですね。すごい、よろしくお願いします。ちょっとしっぽりと今日ね、ちょっと飲もうかなってことで、まず料理食べていいですかね。そうです。はい、あ、メニューがこれは決まってる。あの、日替わりで。そうですね、日替わりで1ヶ月で、まあ、2ヶ月で大体全部変わるかな。ほー、旬のものをこう。あ、そうなんですね。メロンのスープと、あ、美味しそうですね、これデザート。メロンですか？自信あり。オッケー。すごい、ね、よくね、自信ありってね、うん、なんか大したことない人もいるんですけどね。スポーツだから、うん、厳選してか。そうですね。そっか、美味しいものだけ。確かに自分でコースを美味しいと思ってやってるわけだもんね。よくいる、あの、全部あんなメニューあんのに全部美味しいよって言われると怪しいけど、そっか、これは信じていいわけだ。厳選してるから、ね、そういうことなんですよ。これ楽しみだね。でちょっと飲み物からいただいちゃおうかな。いただきます。今日も貸し切りみたいになっちゃって、ね、いや、いただきます。はぁ、銀座でビールあんまないね。あんまないですね。あんまないですね。なんすかこれ、なんか半分ないですね。こうやって右に置くんだ。まあ、あの、はい、空間をうまく使った。こういう出し方があるんですね。そうですね。こうじゃないんだね、またね。あ、桃が本当に入ってるんだ。桃のドレッシングではなくて、桃がバジルとオリーブオイルで和えてるんで、うん、どうやって食べればいいですか、これ。一緒、桃と一緒に食べてください。桃と一緒にさ、マダイなんか食べたことありますか。しかもこれいい桃だね。色が全然すごい、桃とマダイの合体ですね、これね。いただきます。あ、これは世界中食べてきたんですよ、僕も、はい、感想言いましょう。あまりにもこの桃とマダイが馴染みすぎて不思議。このオリーブオイルがね、めちゃ合うね。こんなにいい桃を使ってるのに、何の桃がね、脇役になってるの、ちゃんと。これすごいな。爽やかな感じのハーブなんで。これね、イタリアンではちょっと食べたことないですね、僕こういうのは。フレンチだったらなんかありそうな感じがしますね。これはすごいね。フレンチ屋さんに来た感じですね、僕からすると。うん。こんだけあのハーブが入ってるって相当嬉しい。このパンにもなんかハーブ入ってるよね。それはローズマリーが。あ、ローズマリーか、はい、あ、俺パン大好きなんだよ。熱いですよ。あ、で、あ、これもうまいな。今日は来ました。うまい。すごく不思議なのは、下手すとシェフより僕らは食べたりするんですよ、いろんなとこで。シェフってどこで食べる気があるのかなと思った時に、やっぱりこういうの出せるってことは食べてるってことだよね、どっかで年のうちに。それで美味しいも知らないと分かんないじゃないですか。ああ、そうです。そう。でも金沢さんとか絶対食べてますよ。いや、絶対食べてるね、いろんな店で食べてるわけだから、はい、でもこれは本当にいいレベルですよ。僕いろんなとこ食べてるけど、金沢さんに言ってもらえて嬉しいですね。うん、間違いないですよ。信憑性がある。食べて学ぶっていうのはもちろんあるんですけど、うん、やっぱりその物を扱って身につきますよね。これとこれを組み合わせたらこういう味になるなっていうのを想像して、どういうアプローチでお客さんに伝えるかっていう。自分で作っていいもの作って、あ、でまたまたこれこうでいいもいい食材、あ、またこれこうだこうだこうだっていう相当の積み重ねしてるのが、もうこのパンとカルパッチョで分かりました。これでもただのハモのフリットじゃないね。普通なんかこうハモっていうとこうハモ出てきてちょっと赤い梅ソースかなみたいな買ってました。なんか柚子？下にキノコとお米のスープ。え、お米のスープ？お米。すげえなこれ。上に青い柚子。はい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 、はい、生ハムとバターのソース。す
すごいね。また2作目でやられましたね、私は。あ、それも美味しいです。だってハモってまあ嫌いじゃないけどね、日本のハモはちょっとあっさりすぎてて、あの梅ソースじゃないですか、イメージ、はいはい、そう、全然何も、歯応えだけを楽しむ、はいはい、これはまさか、だからシンプルで来ると思ったら逆だったんで、なんかこってりな感じがすごいするんですよ。ほら、こんなソースかかっちゃってね、わかるかな、これ、こんな食べ方あんの、ハモ、こんなに俺はハモで喜ぶと思わなかった、自分が。これはすごいな、めっちゃその真逆で言ったら。いただきます。なんだこのソース、これでもやっぱイタリアじゃないね、ちょっとイタリアの枠は超えてきましたね。いやー、これ腕がいいわ、やっぱり。生ハムの出汁を使ったソース。あ、生ハムの出汁なのこれ。そうです、そうです。めちゃ凝ってるね。肉っぽいニュアンスっていうか、それを誘わせて食べるみたいな感じですね、うん、で、このトロッとしてるあの米の感じが。そうです、お米とキノコです。お米と銀なんだよ。相当絶妙です、これは。ありがとうございます。ランクが上がってきちゃったな、どんどん。この前菜2つっていうかの方が牛肉よりどうだろうと思ってたけど、はい、あ、本当ですか。この2つ多分牛肉超えないかもしれない、もしかしたら。俺もちろん牛肉大好きなんですよ。だけどこの2品がちょっとインパクトありすぎましたね、今ね。ああ、うん、超えますよ。本当？はい。じゃ、ただの炭火じゃない。ただの炭火なんですけど、一番ご飯が美味しかった国ってことですか？やっぱり肉であっても、はい、アメリカもオーストラリアもいい肉いっぱい持ってるんですよ。すっごいいい肉持ってそう。日本にはほら入らないじゃないですか、いい肉は。あ、はいはい、スーパー用の安いやつが、はいはい、だからやっぱりアメリカの肉ってすごいなと思ったし、日本みたいなと油があんなないから本当に本当に美味しい、本当に美味しい、うん、あとはシンガポールはやっぱり中華が本当にうまいし、まあ、いろんなもん美味しいんですけどね。すごく食のレベルがすごいです。ヤムチャがすごいですよ。ヤムチャ、ヤムチャ、こういうヤムチャ出てきてね、まあ、昼とかですけど、あれはまあすごいね、手作りのあの職人の作ってる。で、日本としてはヤムチャってなんか冷凍的なイメージだけど、全部一個一個手作りでエビがプリンプリンしちゃう、全部一個一個。あれはね、感動。もうシュウマイ1個取ってももう全然じゃん、もうシュウマイが全然じゃん。日本で食べれないような、もう絶対食べれない。子供の頃からですね、いろいろやってるんで、急にやめれなくなっちゃったからね。やんないともう気持ち悪いみたいな。いや、そういうレベルじゃないんですよ。しんどくはないですか？結局しんどいけど、めちゃしんどいことやってきたじゃないですか、はい、それに比べたらまあ大したことないなっていうで終わっちゃう感じ。でも別に今やる必要はないじゃないですか、なんか続けれる秘訣じゃないけど、うん、ライフワークっていうのを毎日のことだとちゃんといいものを食べる、はいはい、でトレーニングするっていうのが生きていく上で、これをやってからどこかに出かけるっていうのが、もうそれこそ歯磨くとかオーラルと一緒なんで、それをやらないと生きていく上のもう最低限のもんだと思ってるんですよね、自分の中のルールみたいな。そうなんですよ、そうなんですよ。だから今日はちょっと昼間は練習ちょっとしたけど自分の練習はしてないんですよ。 なので今日のやる分はこう帰ってからやるか、明日やる分とプラスしようか。で、そう、ないってはないんですよ。ゼロはない。ゼロはない。今日は今日でやることがあるんでね、腕立てをなんかやるとか、そうそう、それはもう昔からのあれなんだよ。すごいですね、これは。おお、すごい。ちょっと見せますね、これ。これはやばいぞ。お肉はシンプルに焼いただけです。この霜降りすぎず。うわあ、これはすごいな。この黒い塩でいっちゃいますよ。あ、すごいな。バランスがいいですよね。これ霜降り？霜降り、宮崎牛の。見えないけどね、まあこっちから。内もも。あ、内ももか。最高の人だ。そうです。まあももなんで一応。ももだけど。霜降りで。英語ランクなんで。これ赤にしなくてもまあね、さっぱりなんで。
合いますよね。これはいいんですけど、ただね、ちょっと赤の方が良かったかな。いやいやいや、あ、でも赤もくださいじゃん。赤もです。欲張りになってきましたこれ。これね、確かに想像以上にうまかった。超えてきました。超えた。肉はこれないわけですよ、ソースが。だからステーキではね、食べてるから。イタリアンでまさかさ、こんな美味しいステーキ出てくると思わないじゃん。なんでなんだろうね。味がね、牛肉の和牛の味がする、はい、うん、すごく味わい深い。なんかただ柔らかい脂あるねとかじゃなくて、和牛のやっぱ独特のうまさですよこれはね。すごいわ、うまみがカレーかかってるじゃないかっていうよりはうまみがあるね。食レポうまいですね。うまくね。今日はいくらのコースでしたっけ。6600円で銀座で税込みで。サービス料はない。ないです。わすごいよ、6600円でこの銀座でフルコース。まだパスタ2種類出ますからね。デザートもあります。うん、まあそれこそ肉なんかもう相当いろんなとこ食べてんだけど、この牛肉はまじうまいね。都内の焼肉屋さんはどこが一番おいしい？歴代難しいね。焼肉屋ってさ、はい、コースで見るんで、やっぱりね、漬物も美味しくないと嫌だなとか、スープとかやっぱトータルで見るんで、なんかこれがいいとはないですよね。だって肉はどこも美味しいとかとってでしょ、はいはいはい、うん、特色があるんですよ、はいはいはい、どこもここは牛テールとかを焼くから美味しいなとか、やたらスープがうまいとか、はいはい、そうなんですよ。で高すぎちゃうとね、もうね、意味ないっていうか、あったりもなっちゃうよね。素材がいいからもう。うん。うん。次がボロネーゼ。次ボロネーゼ、羊のボロネーゼ。あれちょっとね、ちょっとリクエストしたんですよ、実は。これまだタイの話になっちゃうんだけど、修行時代にね、ボロネーゼだかミートソースか、まあそんなの出てきて、インド人がやってたんですよ、イタリアンレストランを。でそのインド人のとこ行って食べたら、ボロネーゼやたらスパイスがすごくて、あれなんかインドスパイスみたいなのがちょっと入ってて、めちゃくちゃインドのスパイスとミートソース合うなみたいな、それがあって、今日はなんかそういうスパイシーなラグーソースみたいなね、あの牛肉のパスタちょっと食べたいってちょっとリクエストしてきました。パクチーが、パクチーが入ったアジアンでいいね。クミンとフェンネル。あ、じゃあちょっとインド系も入って、羊に合うスパイスを選んでるんで、クミンとフェンネル。 あえてね、はい、美味しいと思います。はい、いやー、なんか肉で満足してね、普通じゃあどうしようかっていうね感じなんですけど、なんとここはですね、パスタが2種類つくんですよ。これすごいよね。これはすごいと思う。なんかパスタ2種類がつくっていうのは嬉しい。あ、本当ですか。めちゃ嬉しい。しかもさ、これ手打ち麺ですか。手打ちです。さっき打ちました。これよくね、お店で聞きづらいんですよ。手打ち麺を買ってますみたいなパターン絶対あると思うんで、ちょっと今聞きづらかったんですけど、ちゃんと打ってますみたいな。すごいね。しかし、わ、ちょっと黄色い麺がすごい。卵たくさん使ってるんで。あ、そういうこと。そうです、ね、だから色が黄色いんだ。スパイシーな感じです。高級感が漂ってる。もうちょっとほら、トマトがドバーンってきて、あ、はいはい、よくあるちょっとこうあれかなと思ったら、ラグーなんですけど、なんていうの、その繊細さがする。あのほら、全くトマトのないじゃないですか。あっさりしてますね。かなりあっさりしてます。だからチーズとかこのパクチーも際立ちますね。スパイスも。うまい。意外とあれだね、あの匂いが羊のちょっともちろんするんだけど、あの匂うとね、はいはい、食べるとただうまいね。美味しいですよね。さっぱり、うん、いや、ラグーでこんなさっぱりしたラグーってなかなか食べたことないですね。パクチーだからね、急にアジアンの感じがしますよ。アジアの夏の味が、パクチーがいい体
働きしてる感じかな。私今日ね、せっかく来たのね、ボンゴレをあれ家庭でなんかコツがあるのかなっていうか、まあ、家庭でっていうかそのプロの目線からちょっとコツを教えてもらいたいな。入りますか？いいんですか？もちろん。見せてもらえるということで、ボンゴレをプロのボンゴレを見せてもらいましょう。じゃあちょっと。マジで結構甘い香りがするじゃないですか。でアサリも結構甘い香りが、あの旬になってくると甘い香りがしてくるので、うん、その甘い香りをバジルで誘って。はい、じゃあまずは鍋に。はい、これ火かけてなくていいの？冷たい状態から入れます。え、冷たい状態でやんの？オリーブオイル。知らなかった。もうちょっと浸かるぐらいで大丈夫。そんなことすら知らなかった。あ、魚の爪みたいなね。魚の爪いってる。辛みっていうよりかは、香り出す。あ、香り用の魚の爪なんですけど、途中で取り出します。ちょっとしてきたら、中火。あ、なるほどなるほど。ちょっとずつ香り出して。火をゼロからやって、ここで。3分半で。はい、まあ、いい感じだね。もう、取っちゃいます。もういいの。あんまり入れすぎると辛くなっちゃうんで、全然均一に、はい、爪がないぐらいに均一になってきたんで。本当だ、本当だ。うわー、水を入れる。うわー、これも分かんない。白ワイン入れたりする人いるんです。はいはいはい、入れそうだね。アサリが美味しいんで、まあ、あ、白ワインの酸が邪魔になってきて、なるほど、塩味が立ってくるんですよ。あ、水で蒸すんだ。水入れて出して、茹で、薄い茹でみたいな。強火で。ここは強火なんだね。ちょっと覚えづらいな。貝が開かないんで。あ、そかそかそか。この時点でちょっともう覚えられないですよね。ちょっとね、まあ、すごいね。動画見返しながら、はい、まあ、ポイントは結構しょっぱめ、はいはいはい、海水ぐらいの。海水ぐらいのね。パスタ入れるお湯が薄いとパスタ自体に味が乗らないんで、なんかぼんやりとした味わいのパスタになってくるんで、塩気がしっかり味付けするっていう。入ってきたら殻を外す。あ、外す。火が入ってたら簡単に。これは知らないね。主婦は知らないな、これ。だそのまま和えたりする人はいるんですけど、はい、やっぱ貝が割れちゃって当たりも悪くなるんで、そしたらもう一回止めます。はい、すごい。硬いっていうか、もう完全にただプロの味を聞いてるだけになっちゃったよね、これだと。でもこの後全然変わったものを使ってないんで、塩だけか。水なんですか？水です。しょっぱさを水で、ね、このぐらい吸ってきたら、なパシリ、イタリアンパシリ、はい、しっかり入れちゃったんで。わー、美味しいオリーブオイル。あ、ここなんだ。あの、これを、はい、わおわおわお、これで、いやはー、こう来たか。マサリが確かにこれでもだいぶ減っちゃうんですね。意外とね。うまい。ちゃいますね。違います。うん。麺の硬さと、ね、塩加減のバシンってくるのと、めちゃくちゃいいですね。あっさりしてるわ。うん。いい感じですか？うまい。家ではない味ですね、やっぱ。ああ、本当ですか？うん。家でこれだったらおかしいでしょ、やっぱちょっと。食べてみると店終わってから今、作っていいという許可で無理やり作らせてもらえるというね、ことになっております。思い出して僕流にやってみたいと思います。しかもパスタは普段全く作らないです。全く作らないです。どうしてもオリーブ油使ったりするというイメージと、タンパク質は取りづらいっていうのと、あ、麺がもっと食べたいのに太るっていうイメージがあって作らないんですよ。ちょっとやってみましょう。レア、レアです。うん、かなりレアです。いやー、ちょっと食べてよ、ちゃんと食べますよさっきの分量でいくとね、こんなもんだったんじゃないかなって。分かんないけど、でいい感じです。そうですね、うん、ちょっとこれ早いかも、早いかも教えてくれる
ちょっとヒントもらってます、やっぱり。ちょっと。もう、ね、酔っ払ってますからね。酔っ払ってますから。ちょっと。そしたら、これはね、中火で、やってくれ。こんなもんだったような気がする。こんなもんだった気がする。私ここで酒蒸しにします。おお、アレンジ、アレンジ入れてきました。これ熱いかな、大丈夫。あ、大丈夫です。まあちょびっとですよ。さあパスタ入れましょう。よっしゃ、悪いね、もう俺こんな本格的なのでやったことないから。普通の料理屋だって、まあ、俺よく作らせてもらうことないと思うけど、めっちゃ今、ね、ぶん殴られてるところあの怒鳴られてるところだったよね。誰も企業さんぶん殴れないですよ怖くて。落とし方は分かんねえな。やっぱまだ火が入ってないと落ちないんですよ。そう、あ、落ちた。もう、あ、ノーヒントでいいですか。ここはい、ノーヒントで。じゃあ行きましょう。記憶を呼び起こしてますか。4分半なんで1分前ですね。1分前でいいってことですか。はい、わかりました。ちょっとさ、ほら、これコピーついちゃうから。これ僕食べるやつですよね。はい。ああじゃあ1分前なんで行きます。ああ。1分前なんで。あ、入れていいですよ、そのまま。てんやわんやです。てんやわんやですよね。ああ、ちょっと水がね、足りない。けどここはですね、ちょっと水を入れてですね。もうちょっと追加でね。白ワインですか。それは何ですか。バターだ。アサリバターですね。ちょっとだけね。ちょっと入れすぎたな。ああ、やっぱこうなっちゃうんだ。なるほど。え、水。入れた方がいいですね。多分。こうなっちゃうんだ、やっぱり。今ヒントもらいました。意外とこういうスイート使うんだね、これ。OK。OK。まあ、こんな感じで。よし、完成しました。はい、ちょっとこう、だからやっぱさっきくっついてないじゃないですか、全然。はいはい、やっぱ水分ですよね。絶対くっつっちゃうんだよ。あ、そういうことなんね。そう、水分がなくなってくる。これを僕は油がないとダメだと思ったの。あ、油じゃない、水分でいけるんだ。そうです、そうです、そうです。じゃあ火消して。あ、タコの詰め忘れてるよ。はい、しちゃったな。鷹の爪ダメですかね、今から。もう辛いんじゃないですか。激辛はファストになっちゃう。ダメだったね。あげましょう。あげました。これはもう、すみません、飾りで。はい、すみません、ありがとうございます、本当に。完成です。はい、いただきます。はい、すみません。やっぱ作り方が変な作り方しちゃったのと、白ワインがちょっと入ってるとバターがちょっと入ってるという。で、要は麺が絡まっちゃったから水分が少ないっていうところが食べた時に分かるかどうかってことですね。いただきます。はい、どんな味になってるんですか。変わんない。食わないね、うん、割と美味しい。いや、想像以上に作る工程全部見てたんで大丈夫かなと思って。そんなに悪くない。家で出てきたら、はい、全然。あ、本当に？ちょっと今あの腹つりそうになったりよ、ちょっと。うん。あ、大丈夫ですね。ありがとうございました。まあだいぶヒントもらっちゃってあれなんだけど。まあこれあと多分 2,3 回作れば。本当に。いや、本当に美味しい。いやいやいや。うわー、すげえ。すごい。何ですかこれ。メロンのコンポートと、はい、メロンスープですね。メロンコンポートスープ、バニラアイス。こんなでかいさ、お皿に入ったデザートないですよこれ。うん、うわあ、ジンで香り付けして。あ、やっぱりね、お酒はなんかいいやつするなと思って。わかりました。うん、すごい、すぐわかりました。すごい、だから美味しいな。おお、うん、こういうデザート大好き。本当ですか。うん、あんまりカロリー感じなくさらっとさえいけるね、はい、だからよくレストランとかでなんでゼリーみたいなのがないのかなっていつも、なんでこんなくどいのかなって、あの重い、重すぎるっていうか、最後だからあっさりいきたい。うん、あー、これうまいぞ。でさらにミントがね、香って、はい、爽やかですね。
かなりサラダだね。ここには酒入れたもんね。さっきのビアンゴは酒入れないけど、ああここは酒入ってくんだね。香り付け筋、これ美味しいね。美味しいですよね。なんだこうジンのさ苦味というか最後、うん、甘ったるさだけで終わらない感じがすごくいいですね。トニックで割ってるんで、まあ、ジントニックみたいな。あ、トニックなんだ。トニックです。だからか大人の味もするんだよ、ちゃんと。甘いだけじゃなくて。ほんといいコメントですね。うん、ジンジャーエールかなと思ってたんで、大人のメロンクリームソーダ。あ、確かに酒飲みでもいいんじゃないかね、これね。もっと聞かせてもいいですよね。うん、いいと思う。うん、ジントニックだからあれか、なるほど、炭酸が。そうです。あ、だから美味しいんだ、これ爽やかになるわ。カプテンの食レポですね。うん、ありがとうございます。欲しいの全部。これメロンいつまでですか？もう終わり。終わりか。これは残念。まあ、マスカットでもスイカでも合いそうだけど、前回実は本当美味しかったからここまで来ると思わなかったですね。ここまでやってくるとは。繊細な方なんですよね、結構ね。ねえ、なんか野球と格闘技やってるとか、なんかどうなのかな。もうちょっと無神経に作ってじゃなくて、相当繊細、丁寧なんだね。体育会系でこんな細かい人あんま見たことないっていうか。本当ですか。うん、いやー美味しかったな今日は。どうもありがとうございます。もうこれ、ね、100点満点の本当に。